久しぶりのね、K110S になります。ですね、この前、スピンドルとかマスト交換して、まあ、ゼロピッチだけ合わせたやつなんですけどね、それからね、全然、調整は進んでないんです。で、一応ね、ちょっとモーターカットして、アイドラップ3で、センターにすると大抵ゼロピッチ設定に合わせてるんですけど、いいかな。まあ多少ずれてるけど、まあ悪くはないと思います。でね、これのね、まあ視聴者さんからね、あの最大ピッチ最小ピッチも合わせた方がいいっていうかね、あったんでね、とりあえず確認してみましょう。今ちょっと今真横に今やり直したんですけどね、こんな感じです。はい、じゃあちょっと最大ピッチ、まあこんだけずれてるっていうかは、まあこんだけあるんですけどね、まあ、ちょっとあれ今のじゃちょっと分かりづらいんでね、正面、こんな感じです。見た感じはどのくらいだろう、まあまあ取れてると思うけど重度はなさそうですかね。まあ多分これこの機体重度はいらないかな。あんましピッチつきすぎてもね回しきらないんでね、これが一番最低ピッチですね。多分悪くはないと思います。はい、じゃあ、とりあえず飛ばしてね、アイドアップ キットってね、スイッターをまたカット解除しちゃったら悪いね。はい、急に回り出すんでね。はい、じゃあちょっと頭にねカメラセットして、今日ねまあ暑いっちゃ暑いんですけど、まあ激熱っていうところまでにはいかないんですけどね、まあ湿気はしてるんですけど、まあ明日からまた雨なんでね。はい、じゃあ行きましょう。モーターカット解除して、ただこれがねアイドアップした時にね変な動きして落ちるんですよね。なので、スピンドルとマストをねちょっと変えてみたんですけど、はい、じゃあ行きます。アイドアップを入れてどっかぶっ飛んでしまうか、ちょっと待ってね。録画ちゃんと入ってんのかな。入ってますね、よかったよかった。さっきねちょっと録画ボタンかあれ止めてたはずなのにね、40何分間もね、録画無意味にしてたんで、はい、行きます。はい、じゃあアイドラップを入れます。はい、やっぱしダメか。やっぱしあの他の方の指摘でね、サーボが悪いんじゃないかなっていうのもあるんですけど、それね変えてないんですよ。サーボだけは変えてないんですけど、もしかしたらこれサーボかもしれないね。本当マストとスピンドル変えたんでね。ただねこの症状ね、アイドラップ3の時だけになりやすいんですよね。要は一番電気食う時だけになりやすいんで、触った感じね、今モーターカットしてます。負荷をかけて今やってますけど、上下にね。今なんか右のサーボ今怪しかったな。今右の部分上がらんかったね。負荷をかけたときにね、なんか今怪しかったな。まあギアかけはないみたいなんですけど、おかしいね。なんだろう。じゃあちょっとアイドラップに使えるかな。ピッチカーブのアイドラップには、ディフォルトだな。じゃあちょっとスロットルカーブ確認。アイドラップに、ディフォルトですね。これはアイドラップ、1も使ってないね。あ、ちょっと待ってよ。スロットルカーブだろ。1,2,3。3は入ってるね。2も1も使ってない感じなんで、やっぱ3しかダメか。
3でもね、今80スロットル80の一本線なんで、そこまでひどくはないと思うんだけどな。ちょっとモーターカット解除して、普通にね、遊覧飛行的なこの回転数では全く問題ないんですよね。おかしいね、3にするとサーボが変になるっていう。せっかくの6バーレス、バーレスじゃないな、6チャンネルチップ、はい、今のはまあ普通。あれ、一瞬背面しそうした。これで練習ですね、ピルエットで。あれ、もう指がね、もう忙しいこと。どうしようかな。アイドラップが使えんな。普通に、飛ばすことしかできないな。何が悪いんだろう。普通に飛ばす分にはいいんだけどね。おほう、ノーマルループで。ノーマルで風上にね、風上にこうループっていうのができるんですけどね。ロールはきついだろう、ノーマルのロールは。ノーマル、ロールは基本ね、風上から しないとね、止まっちゃうんでね。ロール。おーああ、やばいやばいやばい。おおおおお、6軸。あぶねえ。あぶねえ。よく今、正面に戻ったな。普通はもう三軸なのでどこでも落ちるんですけどね、なぜか幸い正面に戻って助かった。あっちに落としたらね、もう 草がね、背丈以上あるんでね、2メーター以上あると思う。探すの大変。で今これ600のバッテリー使ってるんでね、まあまあ電池は持ちますけど、まだ新しいんでね、電池も。問題はアイドラップは使えないという。サーボ、2個新品持ってるけど、買えるんならね、全部3個同時に買えた方がいいんだよな。大抵ね、よくサーボが1個でもね、不調を起こすとね、他のサーボまで影響を起こすことがよくあるんでね。バック飛行するとね、たまに風に押し負けてね、急にねピルエットする時があるんでね、そうなるとちょっと、ちょっと慌てる。はい、少しはじっとしましょうか。ちょっと風が今どれくらいだろう、 1.5 メーターぐらいかな。サーボを変えてみるか。もう他に、触るとこがないんでね、急にサーボが変な動きするから。メイン基板だとユザキーちゃうな。結構これ基板高いんだよね。はい、何分飛んだかちょっとわかんないんですけど、とりあえず、普通に飛ばす分には問題ないけど、アイドラップするといきなり落ちるっていう、ちょっと不可解なことが起きてます。はい、以上です。